です。世界で一番ビジネスの強いクライアントとしてはなおです。はい、小野まりかです。嘘だろお前。お前いい加減にしろよお前。最初何だったっけ？大丈夫そう。あれ最初借金とか言ってたっけ？借金。そうだ借金だったね。よしそうですよ忘れないでください。借金。ひどいよということで今日は大野まりかさんとコラボ初コラボということで同時ぐらいいつ同時になるか分かんないけどもう一個の動画はまりかさんのそう2時間後に上がってるか同じに上がってるか分かんないけどまりかさんのチャンネルにはい上がってますのでイエーイということで今日も観光部ゆかりさんのところでお届けしたいと思います。ご無沙汰しております。最近そうだね最近どうなってくる最近お互いに忙しくてね今日何しましょうかということでまあ以前バレルをいっぱい吹いてもらったと思うんですけど、はいはいはい、その頃と比べて結構ねいろいろ進歩したので進歩したのねなるほどねと思うのでそれを俺に実感してほしいって、まあ、そうバージョン2ということでなるほどじゃあもう ここで吹いてここで吹いて感想を言い合うって感じにしましょうかあれこの子ドキドキないよということでさっきねマリカちゃんのチャンネルでオリジナルバレルを作ってもらったんだよねもうすごい気に入っちゃってでも吹いてほしいらしいよいやでも吹きます全部名前つけて帰ります全部名前つけてそうね、これめっちゃ便利ですよこれ便利だねこのリードケース第1弾はこんな感じでございます、はい、イエーイこの4本とこの5本を比べていきたいと思いますということでやっていきましょうかまずじゃあ最初の4本からいきますかよいしょ、ね、まったり、俺のマリカちゃんのチャンネルスピードが落ちたよそう落ちたよ俺のチャンネルこんなスピードこのスピードだよテンション高すぎなんだよてかね最初の挨拶からずるいよなんかさ借金とかやろうとか言ってたのにさはいということでねグラナディーラのバレル内径がそれぞれ違うのでじゃあ狭い方から狭い方から吹いてもらってあと普段吹いてるのからちょっと吹いて、うんいつもの音ですな、うん楽しみ楽しみだよねでもあの子がお気に入りすぎてもうなんか浮気できないユーダ弾くあそうなんだ狭い、ね、狭い一番狭いんですもんね一番狭いからそうそうそういいね音は相変わらずやっぱ音がしっかりまとまる方なんでそうだね確かにじゃあマリカちゃんに吹いてもらいましょうそ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 うでも音すごいまとまる初心者向けにいいんじゃないかなうん、うん、確かに確かに音程のコントロールが苦手っていう人は、うん、ちゃんとなんかレールがありますよねそう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 、うん、導かれバレルに導かれるああ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 あコロコロコロってきましたけどすいませんね本当ゆかりずもうこうキャラなんでいやマリカちゃんが隣いると安心するよ俺が天然なのバレないからいやいやバレてますバレてますかバレてますよあそれは残念ということでこれが、まあ、ちょっと今のより広くなったあロゴ入ってるゆかりって本当だあ見えるかなこれ入れてもらえるんですよまあまあベッド料金で追加してくれる、まあ、これはでもあれだよね多分純正あそうそうゆかりって書いてあるやつは別に追加料金なしであそうなんだそれこれ好きだな。オケとか良さそう。ちょっと今リードクソだから。スリードでやらないでくださいよ。なんかねノリでやってるからどうぞどうぞ。これクラシックいいよ。私来年オケのあれあるんで。ああ仕事あるの？そう。ちょっと1月にあるんですよ。オケの仕事なんかマリカちゃんからオケの仕事って不思議な感じだなあるんですよちゃんと一応クラシックやってるうんまあ俺もあるんだけどねこう見えてもね一応ちゃんとクラシックオケのエキストラとか出るんだけどいや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 あでも確かにこれも違う若干固めですね若干固め、うん、若干固め、うん、だけどなんか響かせる確かにナオさんの今日の仕掛けにはちょうどいいちょうどいいそうか、うん、そうか仕掛けが違うから薄いからナオさんそう
じゃあ次がこれが一番広い。かなり広い。うん。これもゆかりさんのあれ入ってんの？これ入ってないね。入ってない。入ってたり入ってなかったり。気分ですね。気分ですね。まあまあ全部入るんでしょ将来的には。はい、入れることも可能みたいな。うん、そう。意外とでもね、こっちの好きかもしれない、うん、ちょっとね、広いんだけど詰まるんだよね、これ、自由度高そう、自由度は高いんだけど、ちょっとなんか詰まっちゃうかな、うん、なんでだろう、こっちの方がすんなりなった気がする、真ん中の方が、うん、そう、広すぎるとかえってね、あ、そうなんだ、詰まったような感じになりがちだから、広すぎるのがじゃあいいってわけでもないんですね、なるほどね、本当だ、若干詰まってる、でしょ、でも自由度はある、自由度ある、そう、自由度あるけど詰まるの、本当だ、なんか不思議な気持ち、不思議な感じする、確かに、内径はこの子と同じぐらい、あ、そうだ、確かに、あ、でも確かに似てるかも、そうか、さっきの感じと感覚に似てるかも、純正のね、マリカちゃんのバレルというか、うん、ヤマハのバレルに似てるという、まあ、グラナリラだしね、うんうんうん、言えてねそうで、これも3つが、それでこの子はこれが本シタン、本シタン内径はどれ真ん中ぐらいだ、真ん中ぐらい、そうだ、好きなやつだ、グランデルちょっと柔らかい、なるほど、柔らかいと音柔らかくないんですか、まあ、ある程度、あ、それは一緒なんだ、ああ、この子と仲間なんですね、仲間なんだ、確かに色似てる、似てる、確かに色だけじゃないだろうけどね、色だけじゃねえだろうけどな、色の問題じゃなかった、だけじゃねえだろうけどな、はいはいどうぞ、はい、まったりと、なんかテンションがやっぱ俺のチャンネルちょっと落ちたね、いやさすがにここは私はしゃしゃり出ないですよ、別にしゃしゃり出ていいんだよ、ファンの人に叩かれちゃうよ、いや全然、バレるから今ね、風邪ビーって急に来てびっくり、いや別にそこ気付かなくても、ほんとだ、なりやすいわ、なりやすい、そうなの、これいいよ、あ、材質柔らかいとこんな違うんだ、違うんだね、ナイキ一緒なんですもんね、そう、ナイキもこれとナイキ一緒なんですけど、すごい、全然違う、そう、全然違う、すごい面白いよね、面白い、でも一つだけちょっと全然市場の感想言っていいですか、うん、もうなんかあの子が好きすぎてなんかちょっと感情薄くなってきちゃった、あの別動画は下に URL あるんでマジ好きここまで喜んでもらえると作っちゃっても嬉しいよね、さっきこれ吹くことにあの子が頭よぎっちゃってごめんなさい、あの愛してる、うん、名前決めてるけど、なんだっけ、忘れちゃった、カステラちゃん、かわいい、うん、ということでカステラちゃんの亜種ですか、この辺は、そう、仲間だ、2本、はい、どっちがどっちだろう、ごめんなさい、先にそっちが、本体つげで中にグラナディラーが入ってる、うん、こんな感じですね、本体が、そっちがハードメープルで何も入ってない、本当何も入ってない、こっちは何、じゃあつげの方からいきますか、うんうん、よいしょ、なんか色は似てるけど、うん、全然あの、ね、愛してるカステラさんと、そうですね、ちょっと違う、浮気できないわ内径はこれは内径はまあこの辺と一緒ぐらい、この辺ちょっとわかんないね、ああ、ま、真ん中ら辺と真ん中、狭めの最初のやつか真ん中ら辺ぐらいと同じぐらい、ね、あ、これ音いいね、いいよ、響かないな、でも、次だもんね、でも。うん、そうだね。え、カステラちゃんは何なんでしたっけ、外。カステロ。あ、そうだからカステラなんだ、そうだ。そう。あ、で、これが次なのか。次。と、中に、グラナリア。うん、もう、わかんなくなるんだよね。わかんなくなるんですよ。わ、結構好き。そう、
室内楽とかいいかもしれないこれ。ああ確かに。これ OK とかでコンチェルト吹くってなると多分弾き切らないかなっていう。仕掛けによる。仕掛けによるかもしれないって感じがしましたね。で、これが何も入っ、何でしたっけ？アードメープル。アードメープル。カエデの木。カエデの木。ドエス。ドエス？なぜ？ハードメープル。ああそうかそうか。なんか私これやばいもしかして。いやいいじゃん。いいじゃん。全然大丈夫。空気とか読まなくて。早かった早かった。でもやっぱ俺もねこいつ愛しすぎててねもうダメじゃん。ダメちゃんってでもありだと思うけどね。じゃあドエスちゃんを、ドエスちゃんをドエスちゃんいただきます。どうぞ。こいつだけなんだもん。あ、軽い軽い。まあ物理的な軽さもあるもんね。物理的に軽い。俺何も感想言ってないような気がする。そして言ってくれないよ。いや、何なんだろう、不思議だよねこれ。なんていうか吹けば。なんだよそれは。邪魔しようと。邪魔して喋りのね。あ、でも物理的に軽いとなんか軽いのかな。うん。内径広くしてあるから。あ、広いんですねこれ。なんか不思議な軽さ。そう、なんか不思議、なんかコメント難しいんだよね。なんかけどここら辺軽い感じ。なんか。あの材としてはファゴットの簡単に使われるような材。ちょっと乾いた感じっていうか。うん、なんか入り口重くて。そう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 。後が軽い気がする。うん、そう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 。へえ。二人で、もうさ、二人もさ、自分の愛してるバレルがあるからさ、一応よぎってきちゃうんだよね。そう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 、まあまあね、うん、これベストこれじゃねえけど、うん、みたいな。まあじゃあドエスちゃんとしげっち。しげっちでしたということで、でちょっと一応じゃあ次が、これがパオロスか。パオロスじゃあ、あ一緒なんだ。俺の系統ですね、俺の系統と同じ。中にグラナディライト。中にグラナディライト。ナモさんの何が入ってるんですか。何も入ってない。あ、もうこれ単体。パオロスさん、パオロスさん。パオロサいつもね何入れてるのか、なんかあれっぽい。何？なんだっけ、わかります。知らんがな。なんだかなんだかパトロナーム。なんでわかんない。え、わかんないの。わかんない。え、何のアニメ。なんだっけ。ハリーポッターネタは。あ、そう、ハリーポッター。ハリーポッターね。ハリーポッターね。パオロサ私も1個しか見たことない。パオロサパオロサ絶対あるよ。パオロサないと思うけど。調べよう。後で調べて。ハリーポッターパオロ。今調べんのか。ハリーはい、クイック言ってくださいよ。パウロッサ。ああ、そうだね。似てる。なかった。なんかあった？何もない。もうノリだけだよな。似てる、俺の似てる。似てるけど、俺の方が好きかな。中に入ってるんですよね。中にそう、内径広いから。あ、内径広いんだ。それか。あとやっぱ中に異物が入ってる感じがする。あ、するんだ。やっぱその異物っていうのは普段俺が吹いてるのが、うんうん、入ってないだけだって、これが悪いとかいいとかの話ではないので、うん、それが好きな人好きじゃない。あ、うん、そう。結構ちゃんとしっかり。そうそうそう。なんかあれ、こっちの方が内径狭いんです。そ, そうそう、これより狭い。さっきナオさんの吹いたやつより、うん、でもなんか芯ありますね。芯はあるね、うん、中の材料ある、ね、めっちゃ芯ある、うん、吹きやすい、めっちゃ芯ある。同じことだけど。ちょっとじゃあ参考までに俺の、あ、確かに、うん、吹いてみましょうか。さっきチャンネルでも吹いたけど、マリカちゃんチャンネル吹いてたような気もするけど、でもこれなんか結構あれですよね、なんかストレートに出た感じ。そう、ストレートなんだよこの子、うん、そう、すごいストレート。そうわかるでしょ、言いたいことは。その異物感が多分あれですよね。そうそう、あの芯があるっていうやつ。そう、それなのよ。あ、全然違うわ。違う、そう、素直だよね。全然違う、ね、うん、素直。素直。ちょっとひねくれ者だからひねくれって書いてある。商品なんですけどね。こっちが同じパオロさん、これ違うかな。ココボロ。ココボロか。中は何もなし。グラナダや。え、ココボロって何かの楽器のやつですか、もしかして。バックン。バックンとか。ああ、そう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 。バックンのココボロ。バックンじゃないけど。ないかな。そうですね、うん、そんな感じした。苦しいし。
メだ。やっぱこれは好みなんですね。これはでもそうですよね、うん、これ私めっちゃ好きかもしれないです、ね、ちなみにね、ココボロは俺バックーンのバレルもダメなの。あの買ってみたんだけど、私昔バックーンのバレル使ってました。あ、本当に、うん、なんかワンチャン好きかも。あ、本当に、うん、そうダメだったんだよね。そう、あ、これないなと思ってそっと吸いまったもん。やっぱ好きだわ。ああ、ここはこれだ。これ内径広いですか？内径狭め。すごいんだ。あ、だからちょっとだけあれ少なめなのそうなんか。全然私好きです。なるほどね。これはやっぱりここだけ分かれるんだよね。うんうん、なんか合わないですね。合わないで、ここ仲悪い。他結構合うって言ってたね。ねー、もうダメだわ。合わないんだよね。もう解散だ。解散だ。ギルド？解散だ。ない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 。しかもここ前向けて。ああ、オッケーです。また変わりますかね。でもさっき言ってましたよね。なんか違う。そう。だいぶ横に向いてたんで。あ、ほんと全然違う。違うんだ。そう。でもどっちしろない。そうですね。やっぱ違う。下手になる。うん、なんか余計な気持ちが、うん、いや吹きやすくなったね。うん、吹きやすくなった。え、バックはもともとバレルだったから全然あり。ああ、ありなんだ。へえ。バックのここもやっぱ好きな人はすごい好きだから。あ、そうなんだ。ここ分かれる部分かもしれないです。うん、これは？パドックっていう。パドック。なんか馬みたい。で、中は特に入ってない。中入ってない。うん、これ前とか後ろとかありますかね？あの普通にこう、丸ってしてるところが丸、うん、あ、これじゃない？これかな。これですか？これですかね、違ったやっぱこれは観光もゆかりしてるところが合ってた。さすがー、イエーイ。15年分目いいんで。あ、なるほどねこれ俺別に目悪くねえしなんですか？特に何もない、楽器なんかと一緒とか。いや、特にない。ないんだ。じゃあ初めてのやつだ。そうそう、初めて。軽っ。そう、めちゃくちゃ軽い。物理的な周りに軽い。そう。いや、色かわいい、おしゃれですね。そうそう、色とかね、見た目だからマリーリンさんとか好きそうだよ。あれマリーリンさんもっと赤くない？ね、もっとね。これはまだおとなしい。あれ、あの人確かベル改造してほしいとか言ってたよね。へえ。好きで、そのどっちかっていうのが、ああ確かに、うん、そうあるのかもしれない。狭めのいいツボと広めのいいツボが両方ともいける人、うん、そういうことか。で、材もそうだし、そう。ああ好きやめっちゃ好きなんだけど。めっちゃ好きだよこれも。二人でさ、結局自分のが一番良かったです。落ちかよ。これあれですかね、ちゃんとゆかりさんに作ってもらったやつ。そう、これもお互いのさっき作ってもらったばっかり。これも大前に作ってもらった。多分最近作ってるのが、うん、特に奈緒さんの好みに合わないタイプの狭めのやつが多いから。ああなるほどね、うん、そうもうさ、ずっとさ、ずっと自分のバレル作ってもらって、もう可愛いし、いいしってずっと愛おしい、マジで愛おしい。こんなに喜ぶと思わなかったね。逆にどう思ってたんですか？いやいやいや、あの淡々とテンションだけでもう行くかなと思ってたら、かわいい、マジかわいい。超愛おしいも見せない絶対。見せない。ぜひぜひ。そしてゆかりさん最後になんか面白いね。これめっちゃ気になる。何？これ僕マリーさんに透明なのが欲しいって言われたから。うん、いや一応試作をしたんですよ。でも全く透明にはならないんですよね。どうしても。どうしてもね、マリーリンに頼まれて。試しに作ってみ てみた。これ何なんですか？材質？プラスチック。うん、マリリンにあのアンサーする前に俺らの動画で上がる。イエーイ見てろよ。俺らの先かっこいいよ。何の動画じゃん。マリリンで
タイマンを張る別にマリーはそこで勝負してないの中ねこんな感じでね、すごいよねこれ、すごいすごいよこれ。これでもこういうバレルないっすよね。マリリーのバレルが似てるか、あの中国製の、そう、そういうのは中がどうしても、そう、そこはね、もうこれでも磨いた方なんですけど表面、うんうん、やっぱねどうしても白くなっちゃうんで、まあこれはでもこれでかっこいい、うん、気にならないけど、なんか安っぽい音になっちゃうね、プラスチックだから、マリリンっぽく吹いてる、うん、じゃあ私もマリリンっぽく吹いてる、ね、こんな感じでしょ、マジいいねー、マリリさん行きますよアンサー動画だよね、もうこれ勝手に勝手にでもこれあのマリリンにはいいかもしれないね、本人に見ててないおい、マリリンさんやったぜやったぜ、俺ら先に見たぜ、いやもうさ、何なんだろうね、うちらねマリリンがいる。憑依してる。俺より憑依してる。ちょっと普通に行こう。ああ本当だ。そうなんだよね。ちょっと安っぽくなっちゃうね音がね。あの後告げるよ。やったー。いやだからどうしたって話なんだけど。はい、ということで今日はねもうネタないでしょ。今日はあのいろんなバレルを紹介してみましたということで、これ、ぜひ観光部ゆかりさんの URL 見れば買えるので、うん、イエーイ、はい、ということで、はい、今日は観光部ゆかりさんからお届けしました。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、公式 LINE、オンラインサロン、いろいろやってますので、気軽に登録フォローいただけたら幸いです。押さないと乗るぞ。おやめてくれよということで、今日もこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ゆかりさんの手が来た。バイバーイ。